カタロン三菱自動車の工場カタロンは、ブラジルゴイアス南部の都市。人口75,623人。周辺は、穀物や、家畜の産地で、また、輪鉱石が採掘され肥料が生産されている。三菱自動車及び、ジョンディアトラクター社の工場がある。1722年から1723年頃に、バンデーランティスの一人。 バルトロメウ・ブエーヌ・ダシ・ウバによって占領された。1728年に入植が開始され、それを支援する部隊の駐留も始まった。カタラン近郊の部隊に従った牧師、フレーアントニオによって、カタランと名付けられた。入植地には1828年までに、瓦吹きの屋根のある家が5軒、他に20軒の小屋が建てられた。1859年に市に昇格。 今日では、面積3789平方キロメートル、週の1.1%を占めている。フェスティバルの様子コーヒーのプランテーションに、半自由の奴隷が連れてこられた1820年より、伝統的なフェスティバルが行われている。この祭りは9月の最後の金曜日から10月の第2、日曜日まで続けられる。フェスティバルでは、コンゴやモザンビークの影響も強く受けたダンスが、 カラフルな衣装をまとったダンサーによって街路で行われ、ブラジル国内でも大きな祭りの一つとなっている。ありがとうございます。